回避ボタン。回避ボタン。回避ボタン。嘘つきたい。はい、かたみきちゃんです。6回目のポルティ遊んでいきたいと思います。今日は前回の動画からまた2、3日で進んでるんですけど、ストーリーとしては前回の続きをやっていきたいと思います。で、前回のところで、町にね、盗人がいますよっていう話で、それを捕まえてほしいっていうので、これを作って、洞窟を修理できますよという感じの今ミッションが出てまして、で、前回の洞窟行けなかったとこが入れるようになったので、それを入っていきたいなと思います。で、あとね、もう一個できるようになったことが分かったので、それをね、一個やりたいと思います。ここも全然入ってなかったんだけどね。よくよく見たら A&G ってところでアップグレードしましょうって書いてあって、地図見たらここが A&G だったんだけど。はぁ、ブギー！ブギー！かわいい！わ、寝てたら喋れない。かわいい。はい。ポーシュー is on the small あ。ポーシュー is on the small side。かわいい子がいっぱいだ。選ぶのに苦労するやつだとわかる。おー、アルバート。話がわかるじゃない。かわいい子多いよね。で、ガストここで働いてたらしいやん。でさ、話してたら気づいたんだけど、ガストの妹がジンジャーかな。あの、かわいいジンジャーだったらしくて。で、シスコン兄貴っぽいんだよね、話聞いてたら。さて、じゃあこれやります。ここのシステムで、この移動するっていうのがこうやってできて、ここにさ、看板があるんだけど、この看板がね、どっちを広げますかみたいな感じのがあったりなんで、組み立てステーションとかも移動できるんだけど、もう一個アップグレードっていうのがあって、ほら、これ全然足りないし、まだ鉄の延べ棒はそんなに作れないので、これもおいおいやっていきたいなって感じなんだけど、その中でもね、作業台のアップグレードはもうできるなって思ったんですよね。これ。そう。で、作れるものも一気に増えたりするんで、今回これは作っちゃいたいと思います。2000ゴールド。結構貯めたなと思ったけど、一気になくなる。でもしょうがない。OK。できました。作業台をアップグレード。こんな感じで欲しい素材を何がいるかなって見ながら作っていけばいいんだな。起きた！あ、寝た！あ、かわいい。あ、起きた。ブギー好きなの何なんだろう。ブヒブヒ。変にあげてさ、嫌われたくなくて。作業台もアップグレードしたから、剣とかも強くできるね。聖堂がまだ作れてないから無理だと思うけど。まずでも、最初のダンジョンだし、最初の作業台レベル1で作れる一番いい武器でいけると思っているので入っていきたいと思います。Hello!Invisible?しばらくの間、本当にそう思ってたんだよ。あ、先生に宿題を提出するように言われて目が覚めたよ。実態あるって、気づかれてるって。なんで透明人間？透明人間だと思ったことないけどね。ちらっと入ってしまって、初めてのダンジョンはやっぱ動画にするべきなのではと思って引き返したんですよ。なんで、やっていきます。え、暗いすぎじゃない？大丈夫かな？そう、なんかね、言われてたんですよ。しっかり装備を整えていこうね、みたいな感じで言われてるので。でも、この剣はかなり強いんじゃないかなと思います。で、そう、こう、ちらっとさ、こう、引き返したのがさ、いきなりボス見つけちゃって、これボスかな？ボスだと思うんですよ。いきなりでかい生き物いて、あいつ倒していきたいと思います。倒せるかな？初ボスでしょ？これ倒さないと先進めないので、ロブツムリ、やります。待ってよ、ちょっと。やばい！待ってよ、ちょっと待ってよ。回避ボタン！回避ボタン！回避ボタン！回避ボタン。お、時間止まってる。あ、あったあったあった。オッケー。回避やりました。回避ボタンしながらやります。一応料理持ってきてたんだけど、HP プラス食べましょう。回復。回復。あ、いいじゃん。回復。強くない？もしかして。めちゃめちゃ強い。まだ 85% もの残ってんだけど。
あ、でも、避ければいけそう。避けて避けて。やっぱ回避ボタンって大事。あ、いけそういけそう、もう半分。おお。おい、あ、いた。あ、でもいけるいける。あ、いける。あの、私のゴリ押しで。ゴリ押しの傾きやればいける。でもちゃんとさ、回避したら HP は完璧ね。あ、もういける。あ、やった！オッケー。さよなら。ブラッドストーン。倒せた。これで先に進めるね。あれ？洞窟の中だと時間止まる？全然時間進んでない。あ、お金だ。これ壊せんだね、ちゃんと。キラキラしてなくても壊せる。あ、これも壊せる！いいじゃん。豪快。リンゴチップスだ。やったね。じゃあ、このまま奥に進んでみようかな。お、新しい。毒ネズミ。え、なにここ？あ、ここに修理のバッテリーを置くのかな？これだ、これだ。修理。え、動いた？オンにする。あ、すごい。使えるのか、タミキ。こんなはずじゃなかった。もういっぱい来た。まとめて、まとめていけ！まとめて。オッケー。お、出てきた！ネズミが出てきた。どういうこと？潜んでたの？これは？お、すごい！肉入れるだけでポトフができる。あまり美味しくないって書いてあるけど。でも、スタミナ回復するんだね。お、あれ？閉じ込められてる？あれ、帰れなくなっちゃった。こっちにしか進めない。行ってみますか。え、こんなはずじゃなかったってそういうこと？お、エミリーのバケツ。え、返した方がいいのかな？お、ガストの、あ、これあれか！みんなが盗まれたものがここにあるんだ。マーサの鍋。回収回収。よいしょ。ゲイルだけ、蝶々がね、ここを観光地にしようとか言ってたけど、かなりネズミがいっぱいいるんだけど、光線的な。レミントンの靴、片方だけ持って帰っちゃったんだ。よし、これで、一応行けるとこ行けた？あ、なんか、ボスみたいなのいる。回復しとこう。大きいネズミがいる。セーブポイント、あ、ここでも、食事ができました。あ、回復できたわ。あ、出ちゃった。出ちゃった、違う。あ、待って、これがある。ボスボトルに戻るがある。なるほど。その HP がカツカツなので、一旦寝て、もう一回下潜ってみようかな。ん？I'm Agent T. 取り立てに？ My partner Agent H. We are part of the Free Cities Debt Collection Agency. 自由と連合再建回収。なんか、うさんくさい人たち来たんですけど。取り立て人とか怖いんですけど。Can I help you? Can I help you? Yes. It has come to our attention that you are the offspring of the former owner of this workshop. Is that correct? そうですけど。そうですけど。これです。怖いんですけど。嘘つきたい。嘘つきたい。そうだよ。Now good. Your father accrued 50,000 gold in debt from his business. Since we cannot find him, the debt has fallen to you as his closest kin. Because I'm a nice guy, I'll give you. いや、これ嘘ついた方が良かったかな。If you don't pay up, we'll take this house as collateral. If you try to run, we'll inform the civil corps. どうすればいいの？ That's all.You have a good day now. 取り立てに H さっさと行くぞ。名前つけてあげてよだけど。What should I do? Maybe I should go talk with the mayor. そうね、相談しよう。一旦、あそこ、クリアだけしてそのままゲイルと話しに行こう。フォーク持ってる。フォーク持ってるあたりちょっと可愛いけど。かっけえ。写真ができた。先にチビを倒してしまえ。大きくね！ CC？
でもレベルは10。大きくね。いや強いよもしかして。どうだろう。よければいけそう。オッケーオッケー。あいけそう。いけそういけそう。冷静に冷静に。これで決める。オッケー。倒せたよ。よし、いろんなもの。そう、どっちも報告しに行こう。あ、やった。お、これもか。プレスリーのソファー。そう、なんかソファー盗まれたも言ってたんですよ。でかいもん盗んでいく人がいるもんだなと思って。で、こっちから帰れて。これなんだここ。あ、出れるんだ、こっから。なんか、え？え？疑われてる。What are you doing in there? What are you doing now? 裏から出てきたんですよ。洞窟が繋がってて。And...The cave complex extended all the way to here? Here? And you defeated all of them? Wow! Wow! So the bandit rats were behind the fence. I knew it! They've been crowding around our town for a while now. We were following some leads that brought us here. Just about to go inside as well. You take a break. Go tell our mail. We'll head on in and clear us any stragglers. よろしく、自警団のみんな。いや、私、いろいろやばいんだって、って。借金、おい、本当に入ってくんの？本当に入ってった。てか、ここどこ？初めて来たんだけど、こんなとこ。Trying your luck with the hazardous ruin? This is a very dangerous area. You'll need to prove yourself worthy. You'll have to last a minute. 戦うんだ。危険な遺跡、まだ行かなくていいっすよ。言えた、始まった。And Arlo. And Arlo.また今度やるね。スパークリングしなきゃいけないって。順番にやりますね。落下。落下ダメージ多分なさそうだよね。あー、ゲイルさん、いろいろ助けて。So that's what happened. I should have asked the civil corps to check out the cave first. But what do you know? しかしすごいな。一度に二つの問題を解決してくれ。Congratulations! Thank you! Mission money. ミッションマニー。And here's some うわ、やったお金The mystery of the town thief. タウン。Debt collector's agency. そうそうそう、次それ。There is such a thing, but I 本当に借金してたのかも怪しいですよね。I have a suggestion. The next time they drop by, send them to the room so we can work out a deal.You've worked hard for Portia, so it's the least we can do. You can do. You should also have a talk with Ma. Ma さんにも相談してみるといいだろう。She had to deal with some debt when her husband passed. Maybe she can give you some legal pointers. Advice. Ma さん、ヒントちょうだい。I'm so sorry to hear that you're dealing with your father's debt. あ、そう、Ma さんに鍋返した。Though from what I can remember, he didn't seem like the type who'd be in debt. Anyway.Anyway, with the debt agency before. The point man around Portia is actually Mr. Isaac, so they're very easy to deal with and very fair. Don't worry too much. Don't worry too much. Isaac, that's not who approached me. No, that can't be right. Unless something happens that I'm not aware of, Mr. Isaac should still be the sole representative in our town. Maybe we should talk with him. He'll set the record straight, I reckon.話してみるわ。So the bandit rats took my cooking pot. Why would they want this? 拾ってきたもの返したら。Thank you very much. Fresh bread I just いいね。パン屋さんからのパンなんて絶対美味しいやつ。ありがとう。ってことで、こんな感じで拾ったものは返していけばいいかな。あ！これさ、アイザックにストーンテーブルとか椅子持ってきてって言われたやつ。あげたやつ本当に使ってくれてるんだ、これ。Your father didn't have any debt. Heck, I didn't have to buy him as a penny pincher during his time here. なるほど、やっぱり変な人たちだったんだね。街の人たちがみんな優しい。T&H 本当に T&H って名前なんだ。Tuss and Huss. Tuss と Huss. These two buffoons are at it again.
あー、いいじゃんね、説明してた。また来るかな。These two idiots are brothers from around Porsche. バカ兄弟。They're bandits. Or at least they try to be. They make まあ、バカなので大概失敗に終わっとる。They're mostly just a pair of imbeciles. すごい言われてますけどね。What should I do? What should I do? Well, I'd ignore them. 無視する。But that's just me. Maybe you can これ閉めてやってもいいかもしれんな。あろ。Hasn't us.Doing what now? Hasn't us. That's pretty clever. How much time do they give you? A week. じゃあ1週間後の朝に現れるだろうね。うん。よし。あ、これでまた1週間後らしい。それは次の動画とかでやれたらいいかな。じゃあ今日はこんなところで終わろうかなと思います。バイバーイ。